タマレ炎著名人研究家の小村です。さあ次はですね、えー、三島由紀夫さんのお墓行ってみたいと思います。まあ、三島由紀夫さんのお墓はですねここのバス通りといってタマレ炎がまあ、こっちも両方ともタマレ炎ですけれどもそれを二分している真ん中を貫通しているバス通り沿いの十区。 10区にあります。このように、たまるいにはですね、えー、各カテゴリーごとに、こういう看板が設置されております。こういうのを目印にして、えー、お墓前、巡りってしてください、えー。三島由紀夫さんは、10区1種13側32番です。ここの看板を抜けて、ここに10区のですね、えー、トイレあります。こういうのが目印になりますね。 ここの脇入っていきます。そうすると、ここですね、10区1種13側、このように、えー、各カテゴリーごとにこのような番地、えー、が立っています。ここの、えー、列にあります。ちなみにこの列のすぐこちら側にはですね、 えー、柴山八八さんという海軍大将のお墓とかあこれ同じようにそのお兄さんは、えー、伏見寺田屋事件とかに連座して、えー、人,と人とかですね結構歴史上の人物のお墓があったりしますさあここの道沿いですね、えー、十0区一首十三川の32番ここに、えー、三島由紀夫さんのお墓があります ちなみに三島由紀夫さんはこれペンネームですので、えー、本名は平岡と言います。なので到着しましたここですね。平岡家の墓です。平岡家の墓です。まあ、三島由紀夫さんの本名は平岡君竹と言います。こちらに墓石がありますね。はい、墓石があります。 私の影も映っちゃってますけどね、えー、この平岡夏さんっていうのはまあ、三島由紀夫さんのおばあちゃんですねで、隣の平岡城太郎さんというのは、えー、おじいちゃんこのおじいちゃんはですね福島県知事やカラフト長官などを務めた内務官僚の人です原孝氏の側近と言われている人ですねですので幼少期の時はすごく あのお金持ちで、えー、ボンボンに育てられた三島由紀夫ですがその後と太郎さん失脚とかしてね結構没落しちゃってます隣の平岡光子さんというのが、えー、ちょっと若く18歳亡くなってますけれども三島由紀夫の妹さん妹さんですねそして、えー、ここに平岡紀美武丈狐、えー、三島由紀夫と刻んでます ちなみにその隣、ですね、隣平岡梓さ,さんというのは三島由紀夫のお父さん。お父さんもですね官僚さんでしたね、えー、農商務官僚で水産局長とかも務めた人物です。なんか同期に、あれですね、総理大臣とかも務めた岸信介と同期だったそうですね。でその隣、えー、お母さん、しずえさんです。これ、平岡静江と呼びます。えー、学者の橋健三の橋次女。 ですでその隣が、えー、平岡洋、えー、子さん平岡陽子さんは三島由紀夫の奥さんですね、日本画家で文化勲章をつと、えー、受賞した杉山,の杉山氏の、えー、長女です。まあ、杉山洋子さん自体も翻訳家として活躍されました。まあ、これが今、眠られている、平岡県に眠られている方々です。 まあ三島由紀夫さんはですね、もう語ることもなく、ノーベル文学賞候補の一人としてもノミネートされたぐらいに、世界中で、えー、読まれている作家さん、超有名作家さんですね。で、その後、盾の会とかを結成して、えー、もう有名な1970年11月25日、東京一街の自衛隊で、えー、立てこもって、えー、乗り込んで立てこもって、そこで潔腹自殺をしたと。 が、えー、三島由紀夫さんですで実はですね、この、えー、亡くなられた、亡くならてここに葬られたわけなんですが、亡くな,れ亡くなられた1年後ですね、えー、ここのお墓からですね三島由紀夫さんの遺骨が盗まれるという事件が起きました。ちょうど1971年9月ですね、お墓参り、ちょうど9月ですからね、えー、お彼岸でお墓参りに来たご遺族の方が、 なんかちょっととここ,ここがずれてると中を確認したところ三島由紀夫さんの遺骨がなくなっているということが発覚しましたえ結構この事件新聞にも取り上げられるほどの事件だったんですがちょうどその頃ですねここら辺府中,府中市一帯はですね例の,たあの3億円事件,億円事件でが起きたばかりでですね、えー、ちょっとこちらの三島由紀夫さんの遺骨盗難になかなか力を注ぐことが できていなかったそうですそんな時にたまたま非番の警察官の方がですね、えー、三島由紀夫さんのここら辺の地域ここら辺をちょっとこう来てた時にですね、まあ、たまたま非番,の非番の警察官がちょうどちょっと行ってみましょうすぐ近くにんでねちょうどですねあそこの先ほどのトイレのところの横の、えー、ちょっとこうもっこりしたところがあるんですけど。 まさにこここですねこの木のあるところの、このちょっとおかになっているところ、ここでですね、えー、三島由紀夫さんの遺骨は発見されます。なんか何かあるなっていうのを、そのたまたま、ね、立ち寄った警察官が、えー、ここをちょっと確認したところ、えー、三島由紀夫さんの骨壺がそのまま埋まってたと。そして、えー、ご遺族さん呼んで立ち会って、中を確認したところ、 まあ骨と一緒に、えー、一緒に納骨した、一緒に入れた葉巻、三島由紀夫さんがよく吸ってた葉巻、そんなのも入ってた、そのまま中の状態はそのままの状態だったということで、えー、三島由紀夫さんの遺骨はこう戻ってきたってことですね。そして、再度、三島由紀夫さんの眠られているこの平岡家のお墓に再埋葬されるんですが。 これはちょっとだいぶ昔、ですね、私、あの小三島由紀夫さんのお墓を管理している石材屋さんの方と、えー、お話を聞いたことがあるんですが、もうここの、これ、かろうとって言うんですけどね、納骨堂の手前のこの蓋のところですね、まあ、これ、もう二重三重と、ものすごく厳重に作られて、もう資料とじゃとてもじゃないけど、開けられないぐらいに、そのような細工も作って、ですね、もう二度と盗まれないような形になっていると。 えー、そんなことを聞いたことがあります <laughs> さあ三島由紀夫さんのお墓参りえせっかくなので、えー、お花を生けてそしてお線香も立きたいと思いますもうちょっとうまく。 映るかどうかあれなんですがちょっとここら辺ですねよしじゃあもう立派に咲いてるね 三島生生さんのお墓参りでございました。